こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、私の隠し子からまたメールが来ました。メッセージがね、隠し子といってもですね、私が支援している娘さんなんですよね。今年は2年目なんで、私2人、抱えてるんですよ。このね、ご支援へのお礼っていう手紙と、このグローバルジャングルっていうね、レターが入ってます。こういうふうに東南アジアの男の子や女の子を支援するね、パパママ制度ってやつですけども、今年はね、863人のパパママ、私みたいな立場の人がいるみたいなんですよ。私は2人を擁護してますんで、お二人からね、こうやって直筆のメッセージをいただきました。2年目の子もいて嬉しいですね。こちらの方にはですね、何が書いてあるかというと、こういうふうにね、手紙を翻訳したものが入ってて、イラスト、私の送ったお金で、学費とか文房具とか買えてるんですよね、ノートとか。それでこうやって書いてくれたんですよ。パパへ、こんにちは愛するパパ。パパがお元気ですか？私は元気です。文房具を支援してくれてどうもありがとうございます。私はとても嬉しいです。勉強のためにこの文房具を使います。最後にパパが健康で幸せにありますように、これは自由の絵を描いてくれたと書いてますね。自由の絵ね、ハートマークとかね、ダイヤモンドとかありますね。はい、こういうふうなお手紙を1通いただきました。どうもありがとう。でもう1通は長い文章になりますね、結構ね。でこういうふうな、なんですかね、学校の前にある木を描いてくれたんですかね。とても長くてハートマークもついてます。はい、小学校3年生の子ですね。日本のパパへ。パパこんにちは。私の名前は、ちょっと読めない、すいません。私はなんとかかんとか小学校の3年生で勉強しています。私はパパから応援していただいた制服とたくさんの文房具をもらえてとても嬉しかったです。パパは今年も応援してくれてどうもありがとうございます。パパの支援によって私は毎日安心して学校へ通うことができています。そして私はこの文房具を大切に使って頑張って勉強する約束をします。パパはいつも頑張って働いて稼いだお金で応援してくれて本当に感謝しています。私はパパのことが大好きです。どうもありがとうございました。最後に私はパパの健康と幸せをお祈りしております。さっきの絵はね、木の絵は、あなたはいつも私に影を与えてくれる木ですというね、そういうふうな詩のようなタイトルがついてますね。どうもありがとう。この子は2年目なんですよ。去年小学校2年生の時に私が初めて支援させてもらって、2年目ですんでお久しぶりって感じですよね。で今年新たに小学校2年生の、こちらも女の子かな、女の子に、なんですかね、奨学金を、年間の奨学金をね、渡してるんですけど、1年間の奨学金をこうやって今お二人に、寄付してるっていうかね、支援してる状態でございます。本当にね、日本円で言うと本当に数万円っていう金額なんですけども、現地の子にとってみたら本当に1年分のね、生活費と学費、生活費ではないかな、学費とか学用品代とか、制服を買ったりとかもろもろできるんですよね。私ね、インターナショナルスクールに私の息子をね、子供大和君をね、来月から行かせるんですけども、1年間100万円以上かかるんですよ。だから100倍ぐらい違うんですよ。100倍というか数十倍違いますね、学費だけでも。いや、日本の物価の差を感じますね。まあでもね、こうやって世界の子供は本当にみんなね、同じように学んでほしいなと思いますし、同じようにチャンスがあっていいと思うんですよ。もちろん私がカバーできる人数ってのは今まだやっとね、たった2人ですけども、私はゆくゆくはね、こういった支援できる、子供たちを100人ぐらい持ちたいなと思ってますよね。そうすると世界に100人の親戚ができるみたいな感じになりますんで、うちの大和くんがね、大きくなった時にも世界中の家族、兄弟姉妹とね、大和くんが一つの世界を作ってくれるんじゃないかなと思いますね。いや、そういう日を楽しみに、このジャングルプロジェクト、人によってはね、これはね、詐欺でお前は騙されてって言いますけども、そんなね、小さいこと言わなくてもいいじゃないですか。やりたくてやってることですから。コロンビア、カンボジアか、カンボジアへの寄付なんですね。本当にどこに支援してるのかも私分からないまま、こんな契約をすぐしてしまってね、
何なんでしょうね。まあでも非常に嬉しいですよ。誰かの役に立ってるんだろうなと思います。日本国内もそうですしね、世界の子供たち、なんかね、その日本の子供たちだけが救われていいとかね、他の国の子はどうなってもいいってもんでもないんで、まあ、あの気が向く範囲ですよ。本当にこういう言い方したらあれですけどもね、気が向く範囲でやれることはやっていこうかと思います。じゃあ以上です。